れですか。はい。あ、コメントってこれあのもう見えなくなったやつですかね。なんか昔これでいけたやつ、これあれか。前は。はい、お待たせいたしました。そう、向かい風がすごい。うん、もう大変だったわ。いや、全然向かっててね、ミーティング、始まる前だったんだけど、今日ちょっと営業少し押しましてね。そう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 、お待たせいたしました。いやー、疲れてるか疲れてないかって言ったら、それはまあまあ、顔を見て想像にお任せしますよ。なんとですね、まあ、前回、タイガがね、出たので、今回は本当は大輔の予定だったんですけども、今回は10月の、1日、今週の日曜日に、なんと、真央と宗司の昇格祭をするということでね、その2人を呼んだのと、あとはその祐介がね、この間のチーム、個人対抗のイベントの時に、ニコ生出場権を、2週取ったっていうところでね、今回その3人にしたいと、思い3人しました。うちの青いフェローズステーションの、まあ、今までの歴史としてね、5人以上出るとぐだるっていうのがね 89% ぐらいの確率であるのでね、今回3人ということでね、はい。まあ、タイガとしかも大輔が出ないで放送するのってもう久々なんじゃないかな。そう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 、今日も楽しそうだね。よかった、楽しそうな感じが出てよかった。はい、でしかもね、なんとまあ、真央とね、ゆうすけの真央とゆうすけじゃないわ、真央と宗司の、入店祝いじゃないわ、今日ダメだわ。真央と宗司の昇格祝いも兼ねて、もう一個ね、新しくおめでたいことがあるんでね、それのことで、今回もなんとね、めでたいことがあったらやっぱまあホストクラブとなったらそのシャンパンでしょっていうところで、本日もね、なんと、シャンパン準備します。これはもうね、でも今日はもう今日告知してるんで本人に、これこのまま置いておきます。はい、ちょっとね、頭はね、まあ回りきってるか回りきってないかって言ったら回りきってないですね。まあまあ徐々にね、まったり、放送したいと思います。本日もお待たせしました。それではね、アイフェローズステーション、本日も1時間、まったりするのかグイグイするのかまだ分かりませんけれども、1時間お付き合いくださいませ。はい、それでは、オープニング方どうぞ。はい、イエイ。今日はね、いつもね、まあ、これ私事なんですけども、いつもね、コンビニでね、トリスハイボール買うんですよ、ニコ生来るとき。今日ビームハイボールしかなかったからね、ちょっとだけショックです。はい、じゃあいただきます。今日ね、たくさん話そう、たくさん、いや全然たくさん話す。もう今日ね、まだ酔っ払い度数で言ったら100でいうところの2なんで 2% なんでね、コメント全然拾えるから全然コメントくださいね。まあショックだったことと比べて、いやビーム出るか。ビーム出ませんよ。ビールじゃない、ビールじゃないよ、ハイボールね、ビームハイボールね。いやジムビームってほら、CM でローラーが出てるやつあるでしょ。それのハイボールよ、それのハイボール。はい、じゃあ本日もいただきます。乾杯。そう、なんかね、今日いろいろ、まあ自分のね、指名の子にも言われたんだけど、なんか青ジャケット珍しいから、
たまにセットアップで着るんだけどね、まあ多分なんていうのかな、基本的にあんまりスーツ着ないとかジャケット羽織らないから多分スーツ着てるだけで珍しいんじゃないかなっていうねところだと、思います。はい、ハイボール全然味違うよ。だって言ったらさ、そのなんていうの、だってウィスキーだって種類あるでしょ。じゃあまあ、 あのハイボールってウィスキーの総代だからね。でやったらあのほら焼酎だってなんかいっぱい味あるでしょ。じゃあ京月とかジャパンとかチャミスルとか味違うでしょ。まあそれとね、それと同じでもう全然違いますよ。はい、そうそう、まあなんかスーツね、やっぱなんだかんだめちゃめちゃたくさんあるからね。だってもう俺、まあそのなんていうのかな、テレビにいろいろ出させてもらった時とかはなんかネオホスがどうとかで私服めちゃめちゃ買ったけど、それまでやっぱスーツすごい持ってたから、どんぐらいあるのかな、まあ別に黒とは限らずいろんなスーツ全部合わせてね10着はね少なくてもあると思います。はい、まあ派手みたいな派手なスーツもある、白スーツもあるし、なんか全身花柄のスーツもあるし、全身なんか穴開いてるスーツ、穴開いてるっていうのか言い方おかしいかな、わかんないけど、あ確かに青は守る感じするよね、確かに。うん、まあまあまあ後で来るんでね。はい、この前初めてヘルプついてくれてありがとうございました。どういたしまして、誰かな、また次行ってくれたらね。結構ねなんかそのまあちょいちょいヘルプつかしてもらってる中で青いステーション見てますとかコメントよく拾ってくれますとかねあるんだけどもね、もう誰が誰だかね言ってくれないと把握ができないんでね、まあまあつどつど言ってくれたらいいかと思います。チャミスルはね韓国の焼酎ですよ。韓国の焼酎、韓国の人ってマジでまあ韓国の人だけでは限らないけど、韓国の人ってめちゃめちゃ飲むよね本当に。俺まだ韓国自体は行ったことないんだけど、韓国のまあ男性も女性もそうなんだけど、指令の方がちょいちょいね最近まあまあ増え始めてきて聞くけど、本当にすごい。だって言ったらさ、向こうの人なんてだって割らないでしょ、焼酎ストレートで飲んでもそのままガブ、まあ、ガブ飲みは言い過ぎかもしれないけど、そのまま飲むみたいな。いやすごいよね、土地勘ってのすごいわ。でこっちで言うなんか九州、まあ俺の偏見なんだけど、九州の人はもうすげえ飲むみたいな。いやすげえ飲むよ。沖縄のホストクラブとかハウスボートは泡盛らしいからね、ベロベロになるわ。スーツ何着からの10着ぐらい、友達もトリスの方がいいって言ってた。おー、やっぱハイボール好きな人は悪い人いないからね。好きなスーツ、好きなスーツなんだろうな。まあでも俺もう本当に俺シンプルなのスーツだったらシンプルなのが好きだから、普通に黒スーツに白シャツネクタイみたいなシンプルな服装好きやからね。うん、タンスの整理ね、まあタンスの整理はまあでもさ大概全部クリーニング出すんで、あとね黒と白とかなんかいろいろ分けるだけなんで、全然チェック柄のやつ好き。チェック柄のやつ、ああれかな、千鳥柄みたいなやつかな。そうそう、掃除たちはね、まあ遅くても2時ぐらいに着くかなと思うけどね、今日そんなにまあ伝えることがなかったから、こういう風にしといてって言ったから全然大丈夫なんだと思うけど、そう韓国人ってみんな同じ顔に見える。でもなんかそのなんていうのかな、まあ女性の人の方がやっぱ整形してる人多いじゃんか、韓国の人ってね。なんかそのやっぱなりたい顔のベスト3ぐらいがあって、なんかのテレビで見たんだけど、もうみんなその顔にするんだって。だからもう日本人みたいに例えば薄い顔がいいとか濃い顔がいいとか、なんか鼻が高い目が一重パッチなんかたくさんあるじゃんか。向こうの人ってなんか本当にもうなりたい顔が決まってるから、その時に有名になった女優さんとか、だからみんな同じ顔になるらしいよ。みんな同じ、しかも整形外科とか多分行くしね。そうそう、全然結構よね。ま、真央くん、掃除くん、ゆうすけくんは多分同じ時間に来るんでね、全然大丈夫ですよ。そうそう、アヤマのスーツとか超スーツ、あ、なんかあれなんだっけな、タイガーが着てるスーツかなんかがなんか洗ってもなんか全然シワにならないみたいな、すげえスーツ着てるよね、全然わかんないけど。うん、そう、寒くなったらなるほどね。で、もうシンプルだな、シンプル、あ、シンプルだ、シンプルなのか。ミーティングなんだろう、何話すの。いや今日いちごミルク飲んだろ俺、でもほんとってこないだマジでさ、だってまあ普通にもう確かにある程度酔っ払ってたってのもあるけど、
いちごミルク3缶一気したせいで俺吐いたからね、マジで。しかもスタジオで。で、しかも最後にコーラ買ってきやがったし。これあれ、あれっすか、自販機のコンセント抜いたら怒られるっすか。そうっすね。じゃあ大丈夫っすね。いやさすがに、そっちの方がおもろいかなと思って、さすがにそれは無理かなと思うけど、やっぱ無理でしたね。だって、マオがベロベロで自販機買いに行って電源抜けてたらめちゃめちゃ面白いっしょ。何回見てもいちごミルクの面白い。いや、めちゃめちゃ一気しまくったからね。うん、そうですよ。韓国の人は大概いじってんじゃないかな、わかんないけど。うん、いや、俺もね、さすがに人間ですから、たまには吐きますよ。たまにね。でもなんかね、なんていうのかな、吐くタイミングがやっぱね、ないというか、なんかトイレめちゃめちゃ、男だけでね、男だけで飲んでて、トイレめちゃめちゃ長かったら、なんか、うわお前絶対入ってきたじゃんみたいな波が、まあよくね、掃除とかマオとかよくやるんですけどね、飲んでる時に。マオとかも本当にね、まあお酒強くならないんだろうなっていう感じは、まあまあ伝わるけどね。だってあいつだって本当に、まあ普通にご飯屋さん行って、普通の感じをグイグイとか一切なしに、普通にご飯食べ、その時お好み焼き食べてたんだけど、お好み焼きをなんかフェローズのメンバーで、誕生日の子がいて、で8人ぐらいで、アウトフェローズの8人ぐらいでお好み焼き屋さん行ったのよ。でグイグイもなしに普通にご飯食べてて、でまあもうなんかレモンサワーを頼んでて、多分ねこのグラスで言ったら本当にもうなんていうの、もうほんと多分ここぐらいよ。ここが満タンだとしたらここぐらいまで飲んでたわけよ。まあ言ったら 2,3 口ぐらいね。あいつそれ飲んで30分後ぐらいになんかもうこんなになってて。マネージャーにね、タクシー乗っけられて送られてましたよ、もう。そうそう。まあなぁ、マオ、いじられキャラだからなぁ。もう掃除にもめっちゃ飲まされてるしね。そうそうそう。ホスさんもね、一応マオ4キロ痩せた。すごいな。掃除はね、どうなんかね、一番最初の時に比べたらお酒弱くなったかもしれないけど、でもどうなんかな、お酒が弱いのか強いのかの基準でさ、その一般のところとホストの基準があるから全然違うんじゃない。なんか本当にホスト、まあ、体験入店来ました、俺お酒めっちゃ強いんですよって言った子に限って、本当に強いのって多分ね1割ぐらいだ、1割もないんじゃないかな、 0.5 割ぐらいで、100人いたら5人が本当に強いからぐらいの感じで、全然なんか、その違うんだろうね、やっぱね。だって本当に絶対効きますよって二日酔いのドリンク飲んでも全然効かないからね。そうそう、酒弱い。うちの店あんま酒強くはないかもね。そうそう、新人のりょうさんのチームの子かっこいい。ああ、あれでしょ、セイラでしょ。セイラ男前だよね。本当にちゃんとっていうか、そのね、ベース言ったらめちゃめちゃ綺麗にやって持ったら、俺ハイドにめっちゃ出てると思うけどね。ハイド顔よ、ハイド顔めっちゃ男前。そうそう、みんなでご飯屋さん行ったらすごいお会計かかりそう。基本的にめっちゃ飲むっていう時はね、もう飲み放題なんで全然そんなにかかりません。そうそう、うん、いやー、みんな変わりますよ本当に。いや、掃除もね、まあ最近まあまあ徐々に、まああいつだらしないところもあるけど、まあまあ大人っぽくなってきたんじゃないかなってね、ありますよ、もう。いや、でもやっぱりその、なんて言うのかな、まあ役職任されたりとか、店のことをさらに考えたりとか、なんかそういう自分の中の気持ち的に変わったら、やっぱり雰囲気に出てくるように言ったらね。そうそう。全然、俺もだって、もう去年なら多分インスタにも載せると思うけど、去年の写真見たらなんか、もう自分の中だけどね、自分の中で変わんないけど、めちゃめちゃ若かったからね、顔がね。そうそう、去年はだから、まあ店長、去年は店長でやらせてもらってたけど、やっぱね、店長と代表ってね、役職的には1個しか変わんないんだけど、そのめちゃめちゃやることは、まあ変わったね、変わった。だって今までやっぱりその専務が代表でいて、
で店のことをほぼ見てくれてたけど、で専務、まあ代表から専務になって、でほぼほぼまあね、フェローズは友やで、で葵は俺でで見てるところがあったけど、本当になんか、あ、こんなに大変なんかって、まあ今ね半年も経ったけど、別れてからめっちゃ想像以上にめちゃめちゃ大変だね。まだ落ち着かないし従業員も減ってしまったしね。従業員大募集中なんでね、あの見てる、女性の方は、まあ、もちろん葵に紹介していただくのと、まあ、フェローズでもいいけど、男の子はねぜひ体験入店来てください。待ってます。昨日というか、まあ、今朝はね、俺最近インスタグラムとかフェイスブックで自分でその広告のページを立ち上げて、初めてどれぐらいかな、多分ね1週間ぐらい目なんだけど、インスタの広告見ましたで、まあ明日体験入店来てくれるんだけど、まあ連絡してきてくれる子がいて、まあそういうのね、ほんとね、あ、すごい嬉しいというか、 SNS すげえなみたいな。だからもうそっからだって今有名になってる人だってもうめちゃめちゃいるでしょ。ほんとにね、すごいよね。もうそのうちなんかもういいねの数で全部決まるんじゃないかっていうのがね、恐ろしいけどね。なんかそんな話誰かとしてたな。だっていいね少なかったらさ、言ったらさ、まあ、じゃあ何か商品を作るにしても、何か打ち出すにしても、じゃあなんで有名な人がなんかそういう風にさやるかって言ったら、モデルの人とかフォロワーが多くていいねが多い人に頼んで、それで宣伝効果が出るわけじゃんか。だからそういうの考えたらもうね、まあ便利だけど怖いよね、やっぱね、世の中ね。そうそう、今日の席で話したけど、幼稚園生会ってところあったよ。何の話だったかな、分かんないけど。そうそう、そうだね、意外と忙しくなったね。やること自体はね多分増えてないんだろうけど、やっぱ感覚が変わったから、なんかこれやらなきゃなっていけないことが多分増えたっていうところ掃除3週間連続で全体キャッチ来なかったって聞いて、ああ、それはもうね、もうバチバチ言われてたからね、バチバチ。今ね従業員はね、なんとですね、まあうち卓数が17卓あるんですけど、レギュラーが6人の、バイトが14、5人ぐらいで、常時の出勤はね、12、3人ぐらいなんじゃないかな。タク数足りないからね、タク数足りない。そうそう。予算のインスタ、いつもスタッフのこといるよね、確かに。アフターしないんでね、うちの店っていうか、俺はアフターしないで、やっぱね、その、後輩といる時間の方が長いから、だからもうご飯連れてあげたりとか相談乗ったりとかしてたら、もう本当にまあ今日こういうニコ生がある時とかは早くこっちに来てるから早く切り上げてるけど、普通に仕事終わるってなったら2時から2時半ぐらいで、でそっから後輩にまた相談乗ったりとか飯連れてあげるってなったら普通に30時とかになるからね。そうそうそう、あ、広告めっちゃ上がってたよ。あ、やっぱ広告結構上がってくれてるんだね。なんか新宿界隈見てる人だったら結構上がってると思うから、そう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 、結構あるんですよ。あ、初見です、ありがとうございます。レギュラーはねそんなに少なくなりましたよ。だってタケルもそうだし、タケルユースケシンももともとレギュラーだったけどバイトになっちゃったから。そうそう、まあでもユース、あ、でも来月からだからユースケとケイスケがレギュラーになるから、そしたら何だ、8人になるな、レギュラーが。レギュラー8人になる。だからその、俺のチームに入った新人のセイラって子が、まあレギュラーで、あの、そのうちがね、まだ19歳なんだけど、本当に男前で。で、兵庫から来て、で、上京してきたばっかで、その、一瞬入るの悩んでたんだけど、で、1日空けて結局入ってくれて、んで、そいつが、セイラが入ってくるまで、レギュラー陣幹部しかなかったからね。俺でしょ、であと真央、掃除、大輔、大河と幹部補佐だから幹部しかレギュラーいないってやばいでしょ。まあ一緒でなくなって入ってきたからよかったからね。最近でもね、ほんと体験入店すごい来てくれるからめちゃめちゃ嬉しい。今日もだって5人来たからね、5人来て、さすがに逆に対応大丈夫かなと思ったら、もうみんなねすごいちゃんとやってくれてるからね、助かってますよ。そうそう、
タクスも足りないし人数も増やさなきゃいけないし、他のキャストもうちの店アフター行きますみたいなやつ俺もうめったに見たことないけどね。1年に1回あったらもうキャスト全員通して1年に1回あったらもうおうアフター行くんか、おう珍しいなぐらいなんじゃ分かんないけど、うん。時給いくらですか。時給ね、まあその出勤日数と能力給によるんでね、もしなんか気になってる人はちょっとね、僕のあのこのインスタグラムもお手数ですけども、インスタグラムのね、ID 入れたらそのうちのお店のホームページ飛べるんで、そこのリクルートにね細かいこと書いてあるんでぜひ見てください。出勤日数によっては全然何もし、まあ、何もしなくてもってめちゃめちゃ言い方悪いけど、何もしなくても時給1000円以上は出ますよ。うん、体験入店なんて4時間来たら5000円もらえるから1250、5時間じゃないな、4時間か、4時間だからそれだけで1250円出ますからね。はい、うん、いとこがあと3年で18になるで連れてきよう。いやでも俺3年後ホストやってるか分かんないけどね、さすがにもう 3年後ってなったら俺だってもう31だからね、あ今年28なので、そうお店やばいよ。まあでもいろいろねたくさんいますからね、うん、まあこれからどん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 行けてる店に ねなっていけばいいと思います。本当にもうでも本当にね、うん、最近18級の子が多いからもうそろそろはやべえんじゃん。だって俺あと2年経ったとして、2年経ったら30でしょ、で30で実写の子ってなったらもう一回り違うからね。いやー本当にびっくりですよ。あっ遅刻した、うちのうちの遅刻魔と、あすいません、ちょっとまだあの紹介してないから、紹介してないから、うちの遅刻魔とオタクと、あれ NTT どこ行った、なんかシャンパンシャンパンだけど、なんですか。いやこれだからお前らの昇格祝いとユース昇格や、もういいっすよ。えもうおいいいっすよ。今シャンパンだし、ユースケさしかもハイボールあんだけど、あー待ってる分かる、いやおいお、なんでバレてんだよ。はい、じゃあね、3人来たっていうところで CM の方ね先に、行くので、あ、せっかく買ってくれてるのに俺言いなさいって来てる。確かに掃除とマウはもうボコボコにします。はいお願いします。はい、それでは、ね、本日一発目の CM 行きたいと思います。それでは CM の方どうぞ。私の悩みを聞いてくれませんか。何をどうしたらいいか分かんないです。一番尊敬してる先輩の真似をしてるんだよ。お前の尊敬してる先輩は誰だ。もちろん五十嵐仁さんです。俺たちやっぱり伸びるから。マオがイチゴミルク買ってきたからもう一気したわ。また行かれた。いやー行きましたね。いやーせっかく買ったんに。いやちょでもなんかあのイチゴミルクイシェイ、あどうもどうも、マオです。行きましたマオです。マオ君頭どうしたって。頭いっちゃってるわ。もうよいしょよいしょ、しゃー盛り上がってきた。いやなんかこう見るとなんかあれだな、痩せたっすね僕。いやなんかここのほくろが目立つようになったな。おしびお、かっこいいっすね。いやーチャームポイントだわー、このほくろは。とりあえず乾杯しようかみんなで。乾杯しようかグッズ。いやもう彼女飲んじゃったから大丈夫。
いやマジハイボールだけ飲めないです。いや本当に大丈夫だ。乾杯してたな。ぐっと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 。よしよ。俺らでこの3本飲むんで1人で1本飲むのと どっちがいい。お、なんかリョウさんが大人に見えるって書いてあります。お、あ、それは大人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 子供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 はいはい子供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 はいはい子供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 こいつ聞いてもらっていいですか。聞いてもらってこいついやこいつ黙れ黙れ黙れえい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 いや、こいつ聞いてもらっていいですか。どうしたん、どうしたん。こいつ今日来る前に、はい、リスナーがいるわけ、はい、言ったらお客様みたいなもんや。そうっすね。ヘリブと一緒ってことっすか。そうだ。いや、来る前に、じゃあもうこのユウスケ、ソウジ、マオで、グループ組んで代表だけ飲ませましょうっていう話。いや、それ僕初めて今聞きました。あ、はい、はい、はい、それ聞いてみました。こいつやばくない。いやいやいやていうか、まあまあ、だけどなんか、言ったら、え、参謀者。いや、参謀者、そうしたんす。でも、なお前ら二人飲んだ。いや、僕はやめましょうって言ったんですよ、それは。いや、それはやめ、こいつやばい、やばいっすね。こいつ、ちょ、リスナーの皆さん、こいつだけは指名しないでください。本当に、やばいっすよ、こいつは。いや、でも、本当に。いや、なんかそんな、かわいそう、指名しないでくださいとか、なんかかわいそうや。いや、もう。ちょ、俺指名してください。いや、もう、便乗。やば。あ、でも、一番やばいの誰かわかる、お前。誰ですか。確か。誰だと思う。この人ですか。そうやな。なんだ、なんだと思う。全然飲んでなぁ。今夜は全然飲んでない。飲んでの見たことない。今夜はファーディナーイ、ときどきメモリアル。はい、全然飲んでない。飲んだら見たことない。今夜はファーディナーイ。ちょいちょいちょい残し、ちょいちょいちょい残し、ちょい残し、ちょい残し。はい、今日はね、葵のうるせえ3人組が集まりましたね。うるせえやつらっすね、ほんとに。逆に静かになるかもしれないです。あ、おはよう。やばいよ。確かにそうだね。今日はコメント2000目指してますもんね。シェー、じゃあ3000いきましょう。何言っちゃってんの。はい、代表。お前何ハイボールついてんの。今のは何だったんですか。いや、なんかもうみんな3人がいい感じに喋ってくれるかと。ああ、まあまあガヤガヤの。ああ、まあ代表も喋んなくていいです、やっぱ飲んでいただければ。うん、あ、そうなん。あ、おお、体にお酒をゲイ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 、あ、それさえゲイ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 。いや、お前それはやばいよ、ほんとに。2人大丈夫なの、そんな飲まして。俺は飲まして。うわ、マジ悪いっすね。お前ら2人大丈夫なの。今日言ったじゃないですか。ああ、今日あれだわ。1時半まで暇やわ今日。え、どういうことですか。もう仲間割れしないって約束したじゃないですか。もういや、だから昼の1時半や。昼の1時半。無理やり無理やり。いや、代表さん無理しないで。そうです、代表無理しないです。もう年も年もやっぱり。体にお酒をゲイ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 、あ、それそれゲイ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 、あ、それそれ。ユウスケやばくない。この人なんかめっちゃ保守的になったな。いや、ほんとっすよ。急にやばくない。何保守的。いけいけな、ソウジさんが急に保守的になるとこ見たくない。いや、俺今病んでっか。あの日見た空、明るい色の空を、ねえ、君は覚えていますか。約束ちぎり、初夏の風に包む、はいはい、たえへへへへよいしゃー。ソウジさんも、ソウジさんもやっぱ飲んだ方がいいですよ、やっぱり。言われて嬉しい言葉って何って書いてあるよ。言われて嬉しい言葉、飲まなくていいよ。でもどの質…え、飲まなくていいよ。え、うれ…言われて…ありがとう、ありがとう、ありがとう。なんかそんなに…でもありますよね。飲まなくてもいいとかあれだな。え、なんて言われたら嬉しいですかね。なんて言われたら嬉しい。飲まなくていいよ。今日ドンペリ入れよっかって言われたら嬉しい。あ、それ最高っすね。いや、それ一番嬉しいわ。これあれやな。なんすか。なんかジュビリーにしとくって言ったら、え、ジュビリーでいいの、リシャールじゃないのって言われな。あー、まあまあ嬉しいけどね。まあ確かに飲んだ方がいいんじゃないですか、やっぱり。もう嬉しいけど、俺そこら辺飲まして大丈夫な。いや、自分は無理しないでほしいです、代表には。俺も僕は一番飲ませようって言ってましたよ。言ってたな、三謀者なんや。でも、いやでも、そんな言ったら、まあ言葉なんてどうでもいいわけや。行動じゃん。どうでもいいってなんすか。行動だよ。いや、じゃあこいつが俺のことをめっちゃ飲ませようって、じゃあ言葉を放ってました。でも結果俺そんなに飲ませてないわけやん。っていうことは、じゃあ何があるかって言ったら、やっぱお前らがなんかあれなわけやん。お前らやばいんじゃん。
それはやばい、やばいっすよね、こいつら。こいつらやばいな。こいつらやばいっすね、確かに。それは、それやばいわ、なんかやっぱホストとしてやっぱ一番言われて嬉しい言葉っていうのはなんすかね。うん、やっぱり真央くんのためならリシャールっていう感じになるじゃん。立花、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 立花。今日もなんかあったんで適当にじゃあリクエストくれたら後で拾いますよ。歌うよ歌うよ、俺そうちゃん一番カラオケうまいからね、青いの中で。そうで、やっぱここの感じ、はい、やっぱみんながどういう風にしていくかで、まあ来月からどういう風に使っていくかっていうところになってくるかな。あー、なるほどね。じゃあ今日は、なんだろう、一番コメントくれた人にはこの指あげます。よいしょ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 。視聴者プレゼント、視聴者プレゼント。ちょっと待って、ちょっと待って、まさかのクロムアーツの指輪視聴者プレゼントですこれ。これはいいですね。あ、やっぱテレビ番組って結構こうやって、ね、いや、ダメダメダメ、マジでマジで。テレビ番組って結構プレゼントがあるじゃないですか、視聴者企画抽選とかあるじゃないですか。そうですね。え、そうそろそろ青いステーションでも抽選やってた方がいいんじゃないかなっていう。ダメ、俺この指輪つけたままオナニーめっちゃ毎日してるから。うん、だからダメだよ、これ汚いやつだから。いや、でも逆に興奮しろ。それもダメっすよ、もう興奮しったら。はい、グッタグ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 タリシャール、リシャールね、リシャール、リシャールですね。そのままに行かれたら、リシャール、ルリシャーだけどね、ルリシャー、シャールリ、シャールリ、シャールリ、ルリシャーってどうすか。え、ルリシャーじゃない、ルリシャーってなんすか。いや、ルリシャールよ。あー、ルリシャーや。あー、シー、シースっていうだろ。シース、シースっていうだろ。クイニーみたいな感じですか。わし29日誕生日だからバースデーソング歌ってくれたら嬉しいな。お、うわ、じゃああれじゃない、お、指輪欲しい言うてる。午前0時用じゃない。なんすかそれ。あー懐かしい。あー、この間、あ、うわうわうわ、この間歌ったのになんかこいつ。いや、それはやばいっすね。いや、それはやばいな。それはないだろ、それはないだろ、それはないだろ、マジで考えてないだろ、それはないだろ、それは。え、でもそいつさ、そろそろ協力するときは来てもおかしくないです。いや、まあそろそろな。いや、なんかもうダメ、宅飲みみたいになってるからもうですね。これあれにしたね、なんかそう、視聴者を大事にする企画が青いステージ。視聴者の皆さん、これ自分らがこの、例えばよくライオン飲み連れてってもらうんですけど、はい、その時の感じですか、うん、やっぱそういうのじゃなくて視聴者をなあ、はい、いや、もうそんな感じじゃなくない。いや、こんな感じっすよ、この、いや、もっと代表はもっとブワーンってなってますけど、そうそう、今日ちょっと控えめです、うん、なあ、はい、ソウジ君とマオ君兄弟みたい、はい、確かにな、なんか顔似てるしな、なんかキャラ具合も似てるしな。あ、かっこいいっすね、確かに。二人一緒に昇格したやっぱリスペクトしてっからな、ソウジさんの方が。いや、僕今日でもあれっす、でもユウスケマジ本当お前落ちぶれたよな。いや、ユウスケ、いや、言いますよ。僕だって今日襲名されましたよ。いや、ユウスケってやっぱ俺なんかよいしょするけどな、全然飲まないからな。でもさ、あれじゃんか、二人ともまあ昇格祭でまたちゃんとガッツになるじゃん。はい、意気込み的なん、どうなん、意気込み的な。何に対しての意気込みですか。いや、それはやっぱ青いをどういう風にしていくとか、まあ、自分たち自身がやっぱ幹部になってどういう風になるっていう部分の話や。なるほど。ああ、お願いします。それはもう決まってます。もう決まってますね、僕ら。じゃあ、うん、じゃあ、ソウジさんから聞きたいです。いや、俺トリがいいから、マオから。あ、じゃあ、マオさん。まあ、僕が言わせてもらうと、はい、やっぱり青いっていう店はすごいいい店だし、やっぱまだいい店ですけど、まあ完成されてはないから、もっと、はい、アップくださいって書いてあるんですよ。アップくさーい、くさーい、いや、もうやめました、くさーい、よっしゃー、くさーい、くさーい、アップ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 、リーアップ、アップ、アップ、リーアップ、アップ、あ、出た出た、踊ったらいい。よっしゃー、意気込み、待ってる、意気込み、意気込み行ってから飲むから、はい、意気込み先にお願いします。山本さんの意気込みまで、3、3、2、2、1、1。でかい方、でかい方。いやー、やっぱり青いってすげえいい店だけど、まだこっからも僕とソウジさんがよくしてけるっていう、まだ余力があるんですよ。よくしてけるっていうね。やっぱ僕とソウジさんがやっぱ幹部になったことで、今の青いよりも新鮮な風を吹き込んで、やっぱお酒を飲まなくてもいい感じになる店を作っていこうかなっていうのがすごい僕の中で一気になるんですけど、やっぱ飲めばいいってもんじゃないんで、やっぱこれからも皆様よろしくお願いいたします。よいしょ。
かっこいいじゃん、長ネギじゃん、ちゃんちゃんのもうじゃん、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 かっこいいじゃん、長ネギじゃん、ちゃんちゃんのもうじゃん。じゃあ次、掃除さんですね。そうじゃな、掃除さんのいつか、はい、締めてくれますね、完全に。うん、お願いします。はい、はい、幹部補佐になりました。っていうことで、まあなんか俺が思ってるのは、幹部にやっぱ昇格したということで、やっぱ言いやすい意見もなんかその自分ら個人的に今まで思ってて、でも言えなかったそういう不満とかもやっぱり店側に伝えれるようにな立場にやっぱなったんで、やっぱこれからどんどんやっぱバシバシ店を良くするために意見を言っていかないといけないなって思って、後輩たちのためにも、うん、やっぱり、うん、やっぱりやっぱりなんかそういうね、なんか後輩たちが思っててもやっぱなかなか上の人たちに言えないような意見は、やっぱ俺らがその後輩たちの分まで言ってあげないとっていうふうに思ってるんで、やっぱり思ってるんで、そう、うん、俺結構真面目だから、うん、まあ、そういうとこあるからみんな自撮りしてるけど脇では、なんかまあ結構ね、うちの代表飲み癖悪いとこあるから、うん、確かにそうだね、飲まされてる、やっぱ俺、真央、祐介、その他の後輩たちのね気持ちを、やっぱ俺がみんなの代表っていう風に形になって、それをやっぱ会議とかで専務にぶつけて、本当に非常に毎日苦しめられてるっていう、うん、そういう不満を伝えながら、まあなんか俺が後輩たちの中のまあ味方になるからな、まあ代表はやっぱ遠い存在すぎて、やっぱりそう言いたいことも言えないような風に思ってる、やっぱ後輩たちが多いんで。そいさん、そいさん、つまり何ですか。つまりおっぱい、かっこいいじゃん、長ネギじゃん、ちゃんちゃんのもうじゃん、かっこいいじゃん、長ネギじゃん、ちゃんちゃんのもうじゃん、かっこいいじゃん、長ネギじゃん、ちゃんちゃんのもうじゃん。ちょ、誰じゃんこのコメントしたの、マジこれこれさん、まずはちゃんと確かに、かけなバカ。じゃあね、まあ今日またこの後飲み行って、みんなで交流を深めていくっていうのがあるんでね。そうですね、やっぱ掃除さんお願いします。覚えちゃう、覚えちゃう、覚えちゃう。くるるにお酒をゲイ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 、あーそれそれゲイ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 、あーそれそれゲイ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 、あーそれなんで汚ねえんすけど、やっぱりそうっすね。しゃあ、じゃあ魔王掃除小学校おめでとう、ゆうすけもレギュラーおめでとう、イエーイ、レギュラーおめでとう。でも、これニコラマで話していいんすかね。なんか、あの、ゆうすけ、まあ別にどっちもいいじゃん、いいっすよね。うん、でもとりあえずほら、の飲み切らなあかんからさ。あー、しゃあ、うん、ハイボールマジダメなんすよ。大丈夫、そしたらシャンパン、シャンパン、サンライズっす、サンライズ。なーで持ってるなー、はい、なーし持ってるなー、はい、なー、はい、もうさでもさっき別に、あ、これ本当やけど、あ、青色の従業員って本当酒弱いんだねって書いてあって、何言っちゃってんの。なめんな、なめんな、視聴者飲め、視聴者なめんな、バーカバーカ、視聴者飲め、バーカ、いや、やば、こわこわ、え、青色従業員そんな言葉教えてないんですけど、こわ、一番右の人声大丈夫、誰やねん。え、だって言ったけど、視聴者はうちの放送見ながらいつも飲んでるよ。え、ああ、そう、風にしてね、僕らを、ね、いや渋いな、渋いっすね、お前だよって来てる俺か、いやお前ら飲めるや見てるやつ、ね、ああ、今見てるやつ何人や、分からへんけど、みんな飲め。でも、飲みましょう、みんな飲みましょう。じゃあ、そろそろ歌えますか。お、もうね、時間ももうそろそろなんでね、で、プラスあと10分ぐらい、10分ちょいぐらいで終わるんでね、もうこれも飲み干さないといけないし、まあでもやっぱさ、いやでもやっぱ基本的にそのなんていうのかな、まあ俺らもそうだけどさ、なんか10分でシャンパン1本飲み切るのってみんなで頑張ったら全然余裕なわけじゃん、俺らホストなわけだから、はい、それやっぱね、はい、どうにかしてやっぱ行かないといけないよな。まあ4人もいたらそうっす、なんか大きいグラスもあるしな、なんかなそれ、いや、グラスじゃなくないっすか、やばくないっすか、バップーバップー、あ、すいません、あ、代表、全然大丈夫です、無理してあ、代表、全然無理してけど大丈夫です、本当に、まあ、どうすんの、こんなのまして、いや、やばいっすね、いやー、はい、安いっすか、全部持ってくるわ、グラス何でも持ってくるの、青か、コメント1000行ってほしいけどな、あ、行ってないっすか、今日、いや、行ったらいいな、えー、み
水色の人バナナ、あ、マオの話や。何？マオがバナナのたたき売りっぽいからって。バナナたたき売り、何言ってんねん、アホか。なんか視聴者の皆さん、なんかありますか、歌ってほしい曲。とりあえずでもこれハイボールなくさな、まず歌ってほしい曲あったら。汚いわマジで、本当にやばいわ。歌いまーす。マオ、もうここ映したこの状態映したよ。もう見てください、これ自分のだってグラスが、なんでもなんでもなんでも。いや、なんか自分のなんかコースターがあるんですけど、コースターの上に乗ってるのシャンパン丸々一本なんですけど。それは知らない、それ知らない。あ、わかんねえ、見えねえ。わかんねえっすね、これも。早く。いや、とりあえずみんなでやっぱ飲むのがやっぱ、いや、青色って仲いいじゃないですか。みんなで飲むのが、早くグラス。じゃあみんなで歌おう。何歌います？何でもいいよ。歌えバン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 。やっぱりなんか今日タトゥーンのリアルフェイスが来てますよ。知るかよ。青いベンチ歌って嵐小袋。いやでもほらお前らがやっぱこの全国、じゃあその言ったらまあ赤いといい、赤いといい、うん、赤いといい。いやいやいや、予選落ちするからやめとけ。あーやらないですよ、それさ。予選落ちするから。それさ、あれはマジで、環境が悪い。え、環境のせいにするんすか。いや、あれは、誰が言ってもそういう。みんなで何歌えるの。うん、みんなでワンラブ。なんかこれ今日聞いたな。ワンラブってなんだっけ。伝えたくてってやつ。あー、嵐の。よく歌える、珍しいやん。あ、じゃあそれにします。ワンラブ歌うか、みんなで。よっしゃー、ね、ラッソン、ラッソン。嵐、嵐、何ワンラブ。何食ってんの、汚いっすよ、もう。行くまでに、汚い、汚い。行くまでに一発 CM 入ります。それでは CM の方、どうぞ。なになに、りょうくん、ストーリーやろうよ。あ、いいね、やろうよ。りょうくん、これやろうよ。あ、これね、いいね、いいね。へぇーめっちゃいい。いい感じ、いい感じ。これらとストーリーを作れる場所、ハニー。それではワンラブ。全然わかんない。いきまーす。これ嵐っすよ。乾燥液とわかんないやつ一気やからな、これな。あ、そうっすね、わかんない、はいはい、なんかそういうなんかね。いや、わかんないやつ一気や。順番決めよ。男気じゃんけん、じゃんけんぽい。おい、じゃんけん、じゃんけん、ほい。はい、はい。男気じゃんけん、じゃんけんぽい。いやいやいや、こういう感じっすね。代表。え、今代表かかってる。代表って言ってる。代表自分、まあ、いいですか。溶けます、溶けます。僕の何この曲、マジでわかんないけど。代表、イエスケボッカ。これわかんなかったら、私はもうなんか採点になってくる。マジで。いや、採点っすね。いや、4人の採点力試しましょう。あ、ちょっとわかった。80以上いきましょう。じゃあこれで80以上いかなかったらもう全員がいいっす。あ、了解っす。伝えたくて、伝わらなくて、伝わらなくて、素直になれずに、ならずに、季節を超えた僕らは今とても輝いてるよ。いるよ。それが幸せが散らかす。今大きな愛になる。はい、落ちちゃうよ。君は僕のすべて。
1番、1番までやから。あ、1番まで。ラーラーラッサー、お酒が大好き大好き、大好き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 、シャンパンなんだけどこれ。大好き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 。お、80いきましたね。なあ、80いったな、はい、危なかったわ。でも声全然出なかったな。全然見えてない。いや、これ1番しか歌えないってことは、ちゃんと歌いましょうよ、ちゃんと。ニコ生配信者側がもう1曲歌えってことじゃない。中島みゆき歌いましょうよ。え、いやだからもう落ちるじゃん、もう。いや、また予選するっすよ、それさ。千の、あの、千のやつ歌わないと。いや、あれ高いの呼ばないとか。あいつもいねえ、あいつもいねえ、あいつもいねえから。やっと被ってたのにいなくなって。ちゃんと歌ってるわ、オンチな泣きじゃ。な、俺もフルコーラスかと思ったけど、やっぱちょうど一番のがちょうどいい。おし、くそ。確かみんながちゃんと歌えるのってなかなか初めてだからね。確かにそうだね。いやー、でも大丈夫な。ここでやっぱちゃんと話さが、 LINE ID がなんで載ってるんかっていうところだね。本当ですよね。まあ、LINE してほしいですね。 LINE をしてくださいということで。でも LINE ID、 これ俺の違うんですよね。そうなんですか。そ、自分で言ったらいいやん。でもだとしても多分来ないんなんで代、ああそうか、代表のだけインスタグラムに載ってますじゃないですか。でも俺はインスタやってる、いろいろやってるよ、いろいろ。いやいろいろやってる。でもなんかね、はい、そのやっぱさ、昔と比べてか分かんないけど、やっぱちょいちょい来たからね、ちょいちょいね。マジっすか。僕、うん、外人の方から LINE 来て、ソウジさんの LINE 教えてくださいって言ってました。マジ訳分かんねえわって思ったんですけど、ほんとに。それはやばいな。その次タイガさんと思った。マジ訳分かんねえわ、インスタもうやめよって思った。ほんとに毎日ちゃんと更新してんのに、僕に LINE 来たと思ったら、ソウジさんとタイガさんの写真がピックアップされて、この人の LINE 教えてください、好きです来て。もうクソかもな。でもなんでか分かるか。なんですか。だってもう写真漏れてないじゃん。そういうとこで、なんかビューティープラスばっか使ってるからそうなんだよ。俺ビューティープラスなんて絶対使わないからな。いや、使ってないですよ、全然。え、何使ってるんですか。いや、普通のだからカメラ、インカメラ。普通のやつですか。普通のカメラ。なんか最近掃除 B612 にハマってるんですよ。あ、ギャルがハマる。あ、タケルもやってるよ。タケルやってる。あ、よくやってません。タケルやってる。どっちにもディスっすよ。なんでの。どっちにも、いやもう悪意しかないじゃん。なんでな。ダメダメ。そんなのいいんじゃないですか。やだやだに、ヨザキを。あ、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 よいしょ。いや、俺脳加工、脳加工。いやー、ね、自撮りってほんと難しいよね。難しい。難しいですね。奥が深いですよね。うん、え、なんすかも。深いよな。深いっすよね、なんか。深いよ、アイプチたまにしてるよ。角度とかありますし。確かにな。だからビューティープラスか、その何、さっき言ってたのに B612 っすか。ブス612。ああ、だから。いや、ちょっとだからってこと。今ね、ちょっと。はい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 。拍手だけになっちゃう。白玉元気です。お店に行けるようになったらりょうさん LINE 送ります。待ってます。え、すっごい、いや、なんかでもね、すごいっすね。インスタやっぱね、結構みんな見てくれてる人なんだかんだ多いからね。まあそうっすね。嬉しいよね、やっぱね。うん、嬉しい限りだわ。いや、インスタも、あ、いや、自撮りの撮り方、でもね、どうなんかな。もう基本的にね、その自撮りが上手い人ってのは自分のこと好きじゃないとなかなか無理だと思うんでね。確かにそうだね。滑ってるか。俺もやっぱ自分ある程度自分のこと好きだからね。話してる。代表はなんか自撮りマジで上手っすね。そうですね、リアルうまいっすね。ユウスケなんか最近、ってかニコ生であんま喋んないよね、今回そうっすね、なんかちょっともう、今日なんか大人しくなっちゃって、やっぱりちょっと先輩がやっぱ喋ってるところちょっとやっぱ邪魔もできない。いや、営業中も今日おとなしかったよ、今日。どうしたん。じゃあ分かった、俺ら2分黙るわ。2分黙る。2分黙るから。いや、いいっすよ、いいっすよ。ユースケタイム、いっすよ。しゃあ、じゃあ僕が一人でつなぎますよ、2分。なんか視聴者の皆さん、なんか聞きたいことあったら言ってください、僕のこと。全然言ってください。ユースケさん、台本あるの。台本はね、結構あと5分しかないから、もうない、まあ次に台本回します。いや、これユースケコメント。ユースケステーション、ユースケステーション。お、ユースケステーション。今2分間だけユースケステーション。ユースケステーション、イエーイ。自己アピールやっとこって、どういうこと。もう、じゃあ小話ね。小話、ほんとね、もう葵好きなタイプ、ユースケの好きなタイプは、まあそうだな、好きな色、好きな色、好きな色。赤黒。りょうさん大好きだ。違う、もう次、はいはい、
ゆうすけ手振って、はい手振った、イエー手振ったよ、はい次行こう、次行こう次行こう、あと1分20秒あるよ、あと20分あるよ、ほら手振ってるよ、手振ってるよなんだこれ、もうもうなんか滑ってますね、今日お前が滑るようなあれだし、いや、聞いてください。じゃあ一発ギャグ入れます。フェイスブック、いや、それブックフェイスの方じゃん。今日の T シャツ、マルセロバーロンっていう T シャツです。僕の夢ですか、好きなお酒、好きなお酒、間宮祥太郎、はい、間宮祥太郎です。覚えされてるや、視聴者に。好きなお酒は、ソルティドッグ、ソルティドッグ好き。ゆうすけくん、投げキッス、はい、オッケーでーす。いやー、もう頼れませんよ。もう助けて、もう頼れません。このゆうすけ頑張ってる中、黙々と炭酸抜いてる人が一人いるんですけど、ここにやばくないですか。というか、なんか多分初めて見る人もいるかもしれないから、ざっと自己紹介、今更ですけど、しますか。知らん、しましょう。名前と好きなタイプだけ言って。葵野祐介って言います。よいしょ。好きなタイプは、元気がある子ですね。はい、元気いい子もいいですし、元気ない子もいいですね。元気誰でもいいやん。訳分からんなお前本当にまあでもなんか一緒にいて楽しい子がいいですよね。大事だな。大事ですね、うん、楽しければ全然もう。まあね、葵の南涼です。好きなタイプはね、なんだろうな、まあ俺のことをちゃんと理解してきてくれて、ついてきてくれる子です。真面目。真面目なんで、真面目なあれじゃないの？真面目なやつです。そうですよね。まあ、やっぱり気使えて優しい子ね。気使えて。そうそうそう。もうこれ真面目に答えていいんですか？うん、まあ真面目でも面白くてもどっちでもいいよ。お願いします。うん。どっちパターンもあるんですけど。じゃあどっちもいいよ。あ、じゃあ真面目に答えます。どうぞ。せっかくなんで。はい、急性沖田総司、今神楽総司の総司です。はい、よいしょ。自分の好きなタイプは、自信を持って、先輩後輩などに紹介できる子です。はい、なので先輩とかの前でなんか、みたいな態度されたら、ね、止まったもんじゃないからね。はい、確かに。うん、まあプラスおっぱいでかければなお OK。確かに、そういうとこある。はい、よいしょ。よいしょ。そうです。まあ好きなタイプは、なんだろう、今月バースデーだからナンバーワンにさせてくれる子です。よいしょ。なんちゃって。はい、はい、よいしょ。よいしょ。まあね、うちの掃除は初めの神楽を引き継いだんでね、名前負けしないように頑張りまーす。うん、あ、セーブコメントいただきます。よっしゃー、セーブコメント。よっしゃー。まあまあでも、セーブコメはね、最低限っていうところでね、まあ僕らがまだまだ喋り足りなかったっていうところで、せやに、これからも精進していきたいと思います。お年下と年上どっちが好きかって言ったら、どっちでもないけど、ギャップを感じさせてくれる子です。はい、よいしょ。じゃあ今週の日曜日、マオとソウジの昇格祭、これでお待ちします。イエーイ、バイバイ。シャンパン急に下ろしてよ。